こんにちは。いろいろなお店や施設を紹介するチャンネル、マサヒーロー TV だよ。今回は長崎県佐世保市にあるホテルロータスハウスで宿泊しました。部屋はダブルベッド1台とシングルベッドが2台のトリプルルームです。ロビーの横にはカフェがあります。こちらが朝食の会場になります。ビュッフェスタイルの朝食です。内容はこんな感じです。名物の佐世保サンドもありました。歩いて10分程度のところに商店街があるので行ってみました。前から来てみたかった佐世保バーガーのお店です。自家製のベーコンバーガーが人気のお店です。チーズベーコン、ベーコンチーズベーコンバーガー。うん、うまい。すごいね。ベーコンエッグバーガー。うん、熱いね。すごいね。うん、おいしい。おいしい？うまい。急ぎすぎ。
しい。もうほしゃもしゃいってる。気持ちよく過ごすことができてよかったです。最後までご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。